はい、こんにちは、アリオです。今回からシリーズもので街を作っていきたいと思います。今までも単発で建物作ったりしましたが、完成した後処分に悩んだり、どこに置こうか迷ったり、そんな感じだったので、街の雰囲気を決めてそれに合った建物を作っていきたいと思います。一番初めはこの船着き場付近に港町を作ろうかな。まああるあるですね。第1回の今回は目の前の山を飛ばして、そこに自分用の倉庫を作っていきたいと思います。うまくいくかは分かりませんが、とりあえずやっていきましょう。まずは整地から。山を飛ばして床をきれいにします。次は桟橋。岸と船をつなぐ橋みたいなものを作ろうと思います。カッターを使うと少し重たくなってしまうので、この線路の斜めを使おうと思います。倉庫は船の形にしようと思います。とりあえず砂で下書きをしてみました。天井を高く見せたいので、一段掘り下げていこうと思います。外装はどうしようかな。本当は同じブロックで作りたいけど、同じのばっかり使うと単調になっちゃうし、すごい悩みますよね。コテを使って床のブロックを木に張り替えます。
中が暗かったので甲板の一部をガラス張りにします。内装はこんな感じになりました。まだ置くもの決まってないから半分しか埋まってないんですね。タペストリーと壁差しの旗を交互に置きます。ここを花壇にして、こっちも花壇にしよう。街灯を作ります。最後にここにちょっと大きめの花壇を作ります。いろんな花を植えようかな。はい、お疲れ様でした。今回はここまでです。いかがだったでしょうか。と言われても空白が多いですよね。作った部分もまだまだ少ないです。いやー、建築面白いけど本当に時間かかりますよね。船が完成してこの船着き場作り始めてからここまで来るのに
だいたい 4,5 時間、いやもうちょっとかな。もちろん作って試して壊してを繰り返してから仕方ないんだけど、それにしても遅い。もうちょっと練習して早くできるようになりたいですね。今回でこの船着き場一度おしまいにして、次回はあっちに港町を作っていこうと思います。もともとその予定だしね。次回は土台を作って何か一つ建物を作るとこまでやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。